最高裁判所裁判官とは、最高裁判所の裁判官を言う。その名がたる最高裁判所、長官1名と最高裁判所、判事14名からなる。最高裁判所裁判官のうち、最高裁判所長官は、内閣の指名に基づき天皇が任命する。最高裁判所判事の任命は、内閣が行い、天皇が認証する。いわゆる認証官の一つである。 ちなみに最高裁判所裁判官の定員が長官を含めて15名とされているのは1947年最高裁発足時の内閣の国務大臣の定員が内閣総理大臣を含めて15名以内とされている規定に倣ったと考えられている最高裁判所裁判官は指揮権が型各法律の素養がある40歳以上のものから任命されると定められているただし 50歳以下の者が任命された例はない。1964年1月31日以降は全員が60歳以上から選ばれている。定年は70歳。最高裁判所裁判官は任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際に最高裁判所裁判官国民審査に付される。指揮権が高く法律の素養があると 判断されれば放送資格を持たない者からも、投与できるが、少なくとも10名は10年以上の裁判官経験、または20年以上の法律専門家経験を持つ、者から投与しなければならない。また、裁判官の結核自由である、他の法律の定めるところにより、一般の管理に任命されることができない者、禁庫以上の刑に処せられた者、弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者に、 該当する場合、国民審査で罷免されてから5年が経過していない場合は最高裁判所裁判官に任命されることができない。最高裁判所裁判官の出身別人数、推移最高裁判所裁判官は、下級裁判所の判事を務めた裁判官だけでなく、検察官、弁護士、行政官、学識経験者からも任命される。これは最高裁判所が、 法律の運用や解釈に最終判断を下すために多様な立場の法律専門家の見解を反映するためであると説明されている。最高裁判所裁判官15人の出身分野別人数は1970年代以降おおむね裁判官出身6人弁護士出身4人検察官出身2人行政官出身2人法学者 出身一人となっている。各省法廷の構成も特定分野の出身者が集中しないよう配慮される。裁判官が退官した時は同じ出身分野から公認が選ばれるのが通例である。適任者がいない場合などには人数配分が一時的に変わることもある。候補者については主として裁判官、弁護士、検察官の場合は最高裁長官から 複数候補者について、提示を受け、行政、外交を含む、学識経験者については、原則内閣官房で、候補者を選考し、いずれの場合も、内閣総理大臣の判断を仰いだ上で、閣議決定する。とされている。なお、候補者の選考は、非公表とされる。なお、発足当初の1947年には裁判官、任命諮問委員会による諮問によって30人に、 絞られた末に最高裁裁判官15人の人事が決まったが1948年に廃止されて現在に至っている。最高裁判所裁判官は最高裁判所長官を含め合議体である最高裁判所の各法廷を構成している。司法権の行使における権限については最高裁判所長官と最高裁判所判事は同等であるが 最高裁判所長官が合議に加わる事件において、最高裁判所長官は必ず裁判長を務める。司法行政については、最高裁判所の裁判官会議において、最高裁判所長官及び最高裁判所判事による議決を行って、司法行政権及び最高裁判所規則の制定権を行使する。日本国憲法によって裁判官としての身分が保障される。 定年、死亡別にすると、本人の意思によらずして罷免されるのは、下記の場合に限られ、天皇、内閣、最高裁判所長官が罷免することはできない。これは、公判を運営していく上に、行政府などが罷免権限を持っていると、それを口実に、行政府が相手になっている、裁判の公判に不公平が生じる恐れがあるためで、ある。最高裁判所裁判官の給与は、 裁判官の報酬等に関する法律に基づいており、月額において、最高裁判所長官は、内閣総理大臣の給与と、最高裁判所判事は、特別職の職員の給与に関する法律に基づく、国務大臣、会計検査委員長、人事院総裁の給与と同額である。また、検事総長とも同額である。給与は、在任中減額できないと憲法で定められている。 また、各自に1名の最高裁判所裁判官秘書官が配置され、機密に関する事務を司らせている。弁護士資格を持たない者が最高裁判所裁判官に就任した場合、弁護士法第6条により弁護士資格を得る。この弁護士資格は国民審査で罷免されても剥奪されない。2021年7月9日現在の最高裁判所裁判官は以下の通り、 デフォルトの表示では、着任順に配列、任命年月日の列の相当ボタンで、元の順序に戻る。裁判官の退官予定日は、70歳となる誕生日の前日の日付。不信任率は、最高裁判所裁判官国民審査において、有効票数のうち、非免をかとする投票の割合。千二十一年七月現在、全進行を含む、最高裁判事経験者数、 183名、内長官19名、ありがとうございます。